皆さんこんにちは、グルメドライブの永井です。今回もご視聴ありがとうございます。で、前回の動画でお伝えしていたようにですね、今回からちょっとラーメンとか麺類以外のお店をもですねご紹介していければと思いますし、またラーメンにも戻ってくると思うんですけれども、まあ、一旦ちょっと違うジャンルをですねご紹介していくターンにしようかなと思ってまして、で僕は豚肉、まあ、肉類全部好きなんですが、豚肉の中ではこうとんかつがですね調理法としては非常に好きで、あとはサムギョプサルとか、豚の生姜焼きとか、まあ、そういったのも好きなんですけれども、まあ、今回はですねとんかつ屋さんをご紹介したいと思います。そして都内数あるとんかつ屋さんの中でもですね、個人的には本当に1、2を争うぐらい好きなとんかつ屋さんで、まあ、とんかつ好きな方はですねもうすでにご存知だったり何度も行かれている方も多いかなというふうには思うんですけれども、まあとはいえ、自信を持っておすすめできる、とんかつのお店ということでですね、今回は、とんかつ青木さんの銀座店にですねお邪魔してますので、そちらをご覧いただければと思います。まあ、店舗はたくさんありますので皆さんのお近くの店舗に行かれるのはいいんじゃないかなと思いますが、今回は銀座店になります。こちらがメニューになりまして、で今回はですね一番のハーフ&ハーフカツ定食を注文しました。でこれはまあ書いてある通りなんですけれども、ロースとですね、ヒレが両方来るという、まあ、贅沢な組み合わせになりまして、まさに今出てきたという感じですね。で青木さんのすごく僕好きなところはですね、とんかつだけではなくてこの豚汁とですね、ご飯白米もですね非常にクオリティが高いと思ってまして、手を抜いてないという感じがすごいするんですよね。で、まあ、ご飯のその炊き方、白米の炊き方も非常に上手だなと思っていつも食べてますし、豚汁のですね絶妙なこの味噌加減というかですね濃さとか、その、豚肉もふんだんに使ってありますし、本当にご飯と豚汁だけでも一食になるなというぐらい食べ応えがある、なんでしょう、そうですね、引き立て役というか、まあ、ほぼ主役という感じですね。でこの日は、まずは、塩から、行くという形で、つまみで食べる方はですね、僕もつまみでお酒と一緒にっていう時はほぼずっと塩で食べたりもしますけれども、やっぱりご飯とお味噌汁と食べる時は途中からもうソースにしちゃうんですけれども、青木さんはですねこのソースもとんかつソースも非常に美味しくてですね、ちょっと甘み強めなので甘いのが苦手な方はあれかもしれませんが、僕はちょっと甘みがあるものが好きなので、本当にこの豚肉との相性が最高だなと思って食べてるんですけれども、一応ですねなんかこう塩でも食べるんだぞっていう、こう謎のアピールを一応こうなんか礼儀なのかなと思ってですね、小心者でもあるので一応最初ちょっと塩で食べたりしてですね、いきなりもうソースドバーッとかけずに、これキャベツにはかけたりしますけれども、肉にいきなりソース全かけするってことはですね、なんか申し訳ない気がしてしまって、しないんですけど、最初塩で食べるんですけれども、ただ個人的にはもう最初からソースでいいかなと思ってる時が、ほぼほぼ、特にご飯と食べる時は、そんな感じなんですけれども、若干なんか、妙なこう見栄というか格好をつけてですね、割とこう、最初の一切れ、二切れは塩で食べたりするということもしてしまってますと。で、ロースとヒレですね、どちらが好きか、好みが分かれると思うんですよね。で、僕はどちらも好きなんですけど、特にこの青木さんではですね、ロースがそんなに脂っこくないというか、脂身が多すぎない、最適なというか僕が好きなバランスで、出してくださるっていうのもあって、全然ロースを頼んでもその脂っこくてこう胃もたれしてくるとかですね、後半飽きてしまうとかっていうふうにならずに食べれるところが僕はすごくありがたいなと思ってます。でそれはカットの仕方とか、にもよるとは思うんですが、一方でその、
青木さんが使ってるですね、この林 SPF というですね、あの豚の子ブランドがありまして、で千葉にいらっしゃる生産者さんが作ってらっしゃるあのブランドなんですけれども、この林 SPF というですね、あの、まあ、豚が、まあ、本当に美味しくてですね、で非常にこう癖が少ない肉質というか、あの香りに癖が少なくて、すごく、まあ、あの簡単に言えばすごく食べやすい、風味なんですよね。あの、まあ、獣臭さとかもなくて、非常にこうなんだろう、あの豚肉がそんなに得意じゃないという方でも、気になんか香りとかを気にせずに食べれそうな、本当にこうニュートラルな、食べやすい肉です。でかつ、旨味が強いの で脂身もですね結構旨味が強くて、まあ、獣臭が少ない、あの非常にこうニュートラルな、香りのお肉なので、まあ、割とこう万人に受けやすい、お肉なんじゃないかなっていうふうに思ってます。でもう本当に、まあ、揚げ方もあの非常に、まあ、僕が上手っていうのはちょっとおこがましいですけれども、あの非常にこう、ジューシーに、仕上げられてまして、肉のパサつきとかもちろんないですし、でこの厚さとかもですねちょうどいいという形です。で、まあ、このソースが本当に美味しいので、まあ、キャベツも、非常にこう美味しく食べれますし、そうですね、ヒレにしてもロースにしても、もう塩だろうがソースだろうが本当に美味しいという感じなんですけれども、まあ、本当に腹いっぱいになる、何でしょうね、ボリュームかつお味噌汁とご飯 の, あのおかわりもですね非常に安価に、こう100円だったかな、あの非常にこう安価に、おかわりできますので、まあ大食感の方、たくさん食べる方もですね、気軽にこうご飯お味噌汁おかわりしながら、食べていくとですね、まあ、本当に満足できるんじゃないかなというのと、青木さんの本当に素晴らしいなとリスペクトしているところはですね、こんなにクオリティの高い、とんかつを、まあ、平日はですね、ロースの、ランチ定食だと1200円で、ミックスカツ定食、まあ、ロースとヒレがついてくるもので1600円ということで、まあ、この徐々に今物価が上がっている中でもですね価格を抑えて、こんなリーズナブルに、こんなに美味しいですね定食を提供してくださるというところが、まあ、非常にこう、まあ、素晴らしい企業努力だなというふうに思ってまして、で、まあ、上ロースとか、上ヒレとかですね特ロースとか、まあ、この辺になってもこう2000円以内で食べられるということで、まあ、なかなか2000円以内でこのクオリティのとんかつを出すお店って都内でもそんなにないんじゃないかなというふうに個人的には思ってまして、まあ、僕とんかつ好きなので都内は結構食べ歩いてはおるんですけれども、まあこのコスパという点に関してはなかなか青木さんの右に出るお店ってなかなかないんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。最近はやっぱりその、まあ、5000円とか超えてくるような、それこそ高いと1万円ぐらいいくような、まあ、コースとかで出してくるようなとんかつのお店とかも、まあ、増えてきてますけれども、まあ、もちろん美味しいんですが、やっぱりこう値段を考えた時にですね、まあ、やっぱり個人的にはどんなに高くてもこう3000円以内ぐらいで美味しいとんかつを出してくださるところのやっぱりありがたみとかその満足感、とかですね、まあ、本当に嬉しくなる、で特に人にもおすすめしたくなると自信を持ってっていう風なお店としては、やっぱりこういう価格帯で、非常にこうクオリティの高いものを出してらっしゃるお店っていうのは本当に、貴重だと思いますし、リスペクトに値するという風に思ってますので、そんなお店をやっぱり個人的には紹介していきたいなという風に思ってます。まあ、そういう意味でも、まあ、自信を持ってですね、まあ、個人もちろんどこまで行っても個人の好みにはなるわけなんですけれども、まあ、個人的な価値観からはですね、100% おすすめできるお店だなと思ってですね、いつも行かせていただいてます。もう最初に行ったのはもう十数年前ですかね、蒲田の本店から行き始めまして、本当にこの林 SPF に出会ってですねびっくりしまして、そこから、まあ、店舗も増えていく中で、よく、まあ、大門のお店だったりとか、まあ、もちろんこの銀座店も最近はそうですし、あと、羽田空港にもあるですね、店舗にもよく行かせてもらったりしてますし、本当に何十回と通ってですね美味しいとんかつをいただいているというところで、まあ、貴重な
お店だなというふうに思っています。はい、なのでとんかつが好きな方はですね、ぜひかつその青木さんに来たことがないという方はですね、ぜひぜひ足を運んでいただけると、良いのではないかなというふうに思います。あと林 SPF はですね、生産者さんのウェブサイトがありまして、で概要欄にも貼っておきますけれども、楽天のお店を楽天上でお店をお持ちのようなので、そこから買うこともできるようですね。僕は都内で、林 SPF を扱っている肉屋さんに行ったりとかして、肉を買ってきて、それこそとんかつにしたり生姜焼きにしたりとかすることもありますけれども、いや本当に美味しいですね。まあもちろん青木さんで食べるようなものを家で作るってちょっと難しいわけですけれども、ただやっぱりお肉自体が非常に美味しいので、当然家の家庭料理にですね使ったとしても、本当に美味しく食べれるというところで、まあこの林 SPF を気に入った方はですね、ぜひちょっと買ってみ、自分ご自身で買ってみて料理に使ってみていただけると、まあ、非常にそれはそれで別のこう楽しみが出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、おすすめです。はい、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回はちょっとジャンルを変えてですね、おすすめのお店をご紹介できればと思いますので、お待ちいただければと思います。今回もはいお時間いただきましてありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。